セッパリーイルカは、クジラモクハクジラアモクマイルカか色分けイルカ族に属するイルカである。色分けイルカ族の中では最もよく知られている。マウイ、エスドルフィンは、セッパリーイルカのアシュであり、ニュージーランド北島の北西の沖に生息する。海生哺乳類の中では最も絶滅の危機にさらされている。人と比較したセッパリーイルカの大きさ体長は、約百四十センチメートル弱で、 クジラ木の中では最も小さな部類に属する。シルエットはネズミイルカに似る。興奮は短いが幅広であり、メロンの突出のない。背びれの形状は後方が丸く特徴的。尾びれは大きく先端は尖っており、後端は窪形、中央にわずかな切れ込みがある。ほぼ全身が淡い灰色に見えるが、近くで詳細に観察すると様々な色が入り組んだ。 模様であることがわかる。額は灰色であり、黒い線状の模様がある。興奮の先端は黒である。喉と胸は白い。目から胸びれにかけて濃い灰色の模様があり、胸びれも濃い灰色である。腹は白く、背びれ近くの側面には、体状の模様がある。背と側面は興奮よりも明るい灰色である。胴の微側は細い。生まれた。 直後の体重は9キログラム程度であるが、成長すると40から6 0ラムに達する。寿命は20年程度である。セッパリールカは2頭から8頭程度の群を成して行動する。活発に行動し、選手派に乗ったり、海藻で遊んだりする。海面で跳躍して、体の側面から着水し、大きな水しぶきを上げることもある。サメに捕食されることがある。 セッパリーイルカの生息域セッパリーイルカはニュージーランド近海に固有の種である。ニュージーランド南東の東西の沿岸二つに分かれて分布していることが知られている。北側はクック海峡、南側は南東の南西部の深い海域によって二つに分けられていると考えられている。セッパリーイルカは深い海域を泳ぐのを好まないか、あるいは深い海域では 泳ぐことができないようである。1980年代中頃には生息数は約3500頭と見積もられていた。最近の研究ではもっと少なく2000から2500頭程度と考えられている。セッパリイルカは夏には海岸から1 0トル以内の近海で見られる。冬には若干海岸から離れるようである。 オーストラリアやマレーシアでの目撃が報告されたことがあるがすべて5人であった。マウイ・エスドルフィンの生息数はわずか100頭程度である。セッパーリールカにとって刺し網は非常に重要な脅威である。1970年以降で刺し網が原因で生息数が半減したと見積もられている。1988年に バンクス半島周辺で刺し網漁を禁止する保護区が設けられた。これにより生息数の減少には歯止めがかかったが生息数の増加にまでは至っていない。他の脅威、例えば船舶のスクリューとの衝突などが生息数が安定しない原因であろう。2004年3月、ニュージーランドのデパートメント・オブ・コンサーベーションは3頭のセッパリイルカに無線タグをつけて、 人工衛星で追跡するシステムの試験を始めた。セッパリイルカの行動を追跡することに成功すれば、同システムは、より絶滅の危機に瀕しているマウイ、エスドルフィンの追跡に拡張されるだろう。ありがとうございます。